Firefox のアドオンであるピックレンズというのを入れてみました。インストールしてあるとこんな感じで再生マークが出るので、これを押してあげます。そうするとこんな感じで、写真が今マウスカーソルというか、カーソルキーを動かしているんですが、こんな感じで写真を見ることができます。そしてこれを、さらにこうもうちょっと早めにしていくとですね、こんな感じでこう長くいくんですね。こうやって写真を一気に探すことができるということなので、なかなか面白い仕組みです。で、写真を見たい場合は選んだ写真をエンターキーを押すと、その写真を読み込んでフルスクリーンになります。で、その写真を選んだ場合はこれがフルスクリーンで再生され、左カーソル、あと上カーソルで写真が動くような感じになります。もう一回エンターキーを押すと戻ります。で、これはフリッカーとかピカサーウェブアルバムとかにも対応している。他に例えば、検索でも利用できるので、右上にある検索のところに例えばギネスと、お約束ですが入れてみると、ギネスのキーワードで検索をした写真がこんな感じでずらっと表示されます。好きな写真を選んで、気に入ったらその写真をエンターを押すとフルスクリーンで読み込んで表示してくれます。そのままスライドショーだとか、どんどん月の写真を見ていくことも可能です。またエンターを押すとウォール画面に戻ります。ゆっくり見ていく分にはこんな感じでいいですし、カーソルを早めに動かしていくと、ずっと押しっぱなしにしていくと斜めになって、どんどん次の写真を読み込んでいくという感じですね。オートページャーで写真を読み込むのも楽しいですが、これは全画面を使って見れるので非常に楽しい感じになりますね。本当に壁に写真を並べて好きな写真を見ているような感じになります。素晴らしいですね。これ今フリッカーの皆さん、写真センスのある人が撮った写真だからというのもありますが、非常に写真が楽しめる内容になります。自分のライブラリーとかでも写真を探すときにこういう探し方もありかもしれません。で、これに対応しているのは例えば Google のイメージ検索とかも対応していますので、例えばビアにしたカフェにしてみましょうか。カフェで検索をしてイメージ検索をするとこんな風に出るわけなんですが、ここにやはり再生マークが出てくるので、この辺を押してやると、その写真を使ってどんどん読み込みがこんな風にされていくので、 Google のイメージ検索なんですけれども、非常に写真を探すときにブラウザーだけで探すよりはこうやって探した方が楽しいし面白いしということで、なかなか楽しめそうな気がします。ピックレンズ面白いのでおすすめです。